平瀬智之です。東濃市の皆さん、国体、ものすごく大変だと思いますけれども、一人一人の素晴らしい笑顔が見れるように、全力で頑張ってください。僕も高校時代、3年間国体出場しましたけれども、あまりいい思い出がありません。予選で負けてしまったっていうのがねありますけれども、まあ国体っていうのはね、いい思い出になると思いますので、ぜひ出場された方たちは、頑張ってください。以上です。